想、率直な感想をお聞かせください。まあ、そうですね、これ塩見さんに言わないで勝手に出してしまったので今日は美味しい人参を買ってあげたいと思いますありがとうございます。10万円分の美味しい人参を買ってあげてください。ありがとうございました。続いて被写体となりました塩見選手塩見選手のメッセージをではですね、先にお願いしてもいいですか。すいませんでしたでは塩見選手にもお話伺いますか。このようなタイトルをいただき誠にありがとうございます安坂三斎です。本当に光栄なことです。ありがとうございました。すげえなこいつ人だな皆さんありがとうございました。どうぞお戻りくださいさあ、いつも G1 ファンファーレの登場曲で盛り上げてくれます塩見選手三歳ボマ太田選手おめでとうございますさあ続きまして本日の全てのアトラクションで